どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ今日もランブルスターズサッカーやっていきたいと思うんですが、コメントの方でですね、レジェンド、あのキツネを使わないデッキを教えてほしいということだったので、まあ序盤使えるデッキですね、ここら辺で改めてちょっと、まあ初心者の方にも優しく、まあカエル持ってないという人にはちょっと申し訳ないんですが、こういったデッキね、ちょっと紹介していこうかなと思います。まあレジェンドとか、まあレア度が高くないやつが多いので、まあ誰でも比較的組みやすいんじゃないかなというデッキですね。これちょっとカエルとタイガーほとんど使ってなかったので、トロフィーボーナスがつく状態なんでね、これでちょっとマルチに行ってみようかなと思います。まあこれはね、犬パンダと、そしてタイガーもあのパスする能力があるんで、タイガーにこのカエルとかパンダとかつけてあげるっていうのもいいと思いますね。あとはフェイクボールで、キーパーを釣ってからの、まあ、タイガーとか、ね、パンダとかカエルとか、その辺を入れていくといいんじゃないかなと思いますね。であとはまあゴール付近にタイガーがもたついている、キーパーとイチャついているところにミスターファイヤーぶち込むとかいうのもできるし、結構いろいろ点の取り方はあるかなっていう感じですかね。であとは1コス2コスのキャラが多めなので、比較的高回転っていうのもあるので、割と悪くないかなと。相手にキツネがあってもミスターファイヤーでなんとか処理できますんでね。あとうまくいけば地雷で処理っていうのが一番好ましいですね。はい、来ました。相手5500なので、まあ若干格下ですね。よいしょ。うおい、タイが来た。やべやべ。ただいいよ、キーパーがいない。おーっと、ビッグショットさん使ってくる。さあ、これはフェイクボールが、まあ、役に立ってますね。ちょっとやることがねえので、あーやべやべ。よいしょ、バカしろ。オッケー。で、ここからは、一応これで爆発させと、お、爆発もしない。となるとまた可能性がありますね。これはまだいけますね。よいしょ、よしよしからの、これ突進しといて、よしよし、入れちまえ、ナイスシュートで、こっからまた難しいな。とりあえず先にパンダ敷いてからの犬で、そっちに気を取られている間に、あー爆発するか。カエルがこれ掘り寄せるか、惜しい。よいしょ、さすがにそれは入りやせんと。使わせたので、ここでフェイクボールですね。本来は右にフェイクボール打てたら最高だったんですけど、お、これ入るぞ、ナイスシュート。フェイクボールが完全に役に立ちましたね。フェイクボールちゃんと使っとけば得点はいけるかなって感じがしますね。で犬にパスしろ。 OK、 ナイス。犬にパスさせて、よいしょ。あー惜しい。いや、あのタイガー磁石ですね、とにかくね。タイガー磁石だけ気をつけとけば割と入りそうで、消えた。からのフェイクボールで、ターゲット取ってる間にこれほっとけ入るぞ。あ、惜しい。よいしょ、いいパスだ。あ、いいっすね、いいっすね。まあ、こんな感じで攻めの形を結構作っとけばね、いけるんじゃねえかなっていう気はしますけどね。で、犬からの、あー、ちょっと危ない。よしよし。で、またフェイクボールを転がしていく。よしよし。フェイクボールに行ってくれるんで大丈夫。あー、急にボールがすり替えられた。チキショー。これはちょっとやらかしましたね。よいしょ。さあ、こんな感じでいいかな。で、犬。あー、食らうか？よしよし、ナイス。あー、惜しい。今のは入っててもおかしくなかった。よし。よし、守りきれ。守りきっとけ。よし、これは大丈夫。OK。まあ、こんな感じですね。あ、これ入るか。よし、OK。ということで、まあ、キツネがいなくてもですね、全然あの、タイガーとか、
あ、まあいいや、次を始めながら喋ろう。タイガー、そして、パンダ、カエルですね。この辺を駆使して、ちょっとカエルがですね、下方修正されて、ゴリ押す能力が落ちたので、まあ、犬パンダ的な感じで、綺麗にね、スムーズにカエル行かないと点が取れない状態にはなっておりますが、依然としてね、やっぱりゴール前でボールをキャッチする能力、そしてゴールをする能力が高いので、さあ、モヤさんですね、強い方ですね。これどうしよう。やべえ、ワンチャン入るから危ねえ。ああいうの怖いよね。よし。あーっと、危ねえ。今のフェイクボールのタイミングが非常にうまかったです。危ない。で、とりあえずフェイクボールをゴールしたい。フェイクボールをゴールしたいけど、よしよし、フェイクボールをゴールしとけば、これでフェイクボールちょっとだけ前に出したところをシュート。ナイスシュート。これはいいシュートでしたね。とにかくフェイクボール強いんでね。あー、これまずいぞ。どうしよう。ボムったところをこうして、こっちもボム。あー、離れない。ダメだ、レベル差的に無理。ここから、あーっと、よしよし、まあまあまあ1点で抑えたい。よしよし、危ないぞ、危ないぞ。よし、いやー、相手はやっぱフェイクボールの使い方うまいっすね。あ、いいうんこ、そしていいうんこ。よいしょ。さあどうだ、さあどうだ。あ、いいいいいいビッグショットさ。それが邪魔ですね。はい、うおい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 、これワンチャン入るか、怖い。で、こっから、どうしようもね。ちょっと犬を押したかったが、ここですね。タイガーでワンチャン入れ、タイガー。しんどいよー。よし、ラッキー、ラッキー、いいぞ。よしよし、いいぞ。からの、向こうに蹴っとく。よしよし、よし、これでもうカバーもう仕事しねえはず。あー、そっち蹴んな、そっち蹴んな、そっち蹴んな、危ねえ、怖え。よし、向こう行け。あーっと、まあセーフかな。これはさすがにセーフでしょ。危ない。よし。で、フェイクボールを垂らし、あー、うまい。ちょっとだけそっちやられた、向こうやっとく。よいしょ。今のは俺が下手だった。くそ。入っててもおかしくなかったタイミングではあったが、あー、これはまずい。タイガーに取らせよう。とりあえずタイガーにボールを取らせて、よし、ナイスパス。いいぞ、いいぞ。これでもたつけ。一生もたついてろ。で、キュンっていかねえか。いかねえか。さすがにいかねえか。あ、うんこが臭かった。よしよし、よしよし。これはまあ延長になればまだ可能性は全然あるね。よしよし。よいしょ。打つなよ、打つなよ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。危ねえ、怖え。危ねえ、怖え。よいしょ。あ、やばいやばい。フェイクボールがいってる。フェイクボールがいってる。フェイクボールを取れ。よし、フェイクボールを取ってくれてる。よいしょ。あ、やばいやばい。やばいやばいやばい。やばいやばい。よしよしよし。よし。いいと、これがやばい。オッケーオッケー、ナイス。ナイス帰る。よしよし。で、これはまだなんとかなっている。よし。いけいけいけ、いっとけいっとけいっとけ、シュートだシュートだシュートだ。いや、危ねえ危ねえ、シュート打てシュート打て。よしよし、フェイクボール行ってくれた。あ、フェイクボールじゃなくなった。フェイクボールだったのにフェイクボールじゃなくなった。からやべえな、全員こっち行ったか。これ終わるか、これ終わるか。あれ、あー、やべえやべえやべえ、あー、やっくそ。ちょっとカバーには弱いですね。さあ、ということで、まあ、ちょっとね、カバーには弱め、本当フェイクボールを持たすぐらいしか対策がないので、で、ファイヤーボールのレベルが、まあ、カバーと一緒、同格ぐらいであれば、剥がせるんで、地雷も含め。なので、その辺をちょっとちゃんと駆使しないといけないですけど、まあ、さすがに相手が上手かったっていうのはありますね。じゃあ、あと1戦ぐらいやっていきたいと思います。まあでもこのデッキでも全然強いんでね、まあカバー使われたから圧勝かって言ったらそうでもないので、まあなんとかなりますよね。さあ、もやしんさんですね、 YouTuber の方ですね。さあ、ここはまあこんぐらいで軽めに、防衛しといて、からどうしていくかな。一応これほっときゃワンチャン入るぞってやつですね。まあほっといたんでね、今ほっとかれるとこうなります。
で、まあ、ここは、ちょっとミーに関してはこんぐらいで軽めに守り、やべ、ビッグショットさん来るか。まあまあまあ、いいでしょう。これ、ワンチャン行くぞ。あ、惜しい。よいしょ。今のところ、相手はずっと、見てますんで、20秒間はひたすら今、シュートさえ打っちまえばゴールが入る状態。時間が、もう20秒が来てしまいましたね。よいしょ。タイガーで守りながら、フェイクボールよりも、フェイクボールよりもですね。よし。こっち来い。こっち来い。惜しい。今、犬に、パンダパスすりゃ入る。惜しい。惜しい。フェイクボール生きてたけど、入らなかったですね。ここはちょっとパンダ警戒あたりかな。はいはいはい。よし、ラッキー。からの、またホットキャ入る、帰る。で、こうからの、タイガー一発シュート打ってからドン。危ない、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 危ない。入る。これ入る。惜しい。入る。オッケー。フェイクボールがずっとターゲットを取っていると。でもフェイクボール OP ですね。ここ入るぞ。惜しい。なぜあのパスが。惜しいですね。さあ、なるべく前に押し出していきながらの、やべやべ、タイガーに行かれてもらった。よし。よし、いけいけいけ。いけいけ、いけいけ、押せ押せ。よいしょ。からの、ホットキャ入るぞ、パンダ。惜しい。こっちに押したいが、もうダメか。危ねえ、これ入る。非常にいい、非常にいいミスターファイヤーでした。よし。あれ止まるのか。やべやべ。こういう感じで、これでちょっとダメージ与えといて、あと12秒耐えりゃいいから、よし。これでどうだ。で、よしよし。危ない。はい、まあ GG でしたね。まあ、こんな感じでですね、フェイクボールを、垂らしながらですね、まあ、タイガー、パンダ、カエルあたりで攻めていくと、まあ、比較的勝てるんじゃないかなと思います。ということで、今日は初心者の方でも、組みやすいデッキ紹介させていただきました。まあ、そうですね、フェイクボールさえちゃんと使えば、非常に驚異的な、デッキではあると思いますので、これで練習すると非常に PS 上がってくんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日もご視聴ありがとうございました。で、大会なんですけれども、大会人数まあまあ揃いましたので、ルールもろもろはですね、ツイッターで、これからトーナメント表を作って、発表したいと思いますので、藤夏県のツイッター、概要欄に貼っておりますので、そちらの方フォローをどうかお願いします。それでは、大会初ね、この動画参考になったよっていう人はね、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。